こんにちは、伊藤康子です。今日は9月の最後の週になりました。これから感染対策をしっかりしながらお食事に行ってまいります。日本橋にお食事に行ってまいります。草木染めの米沢の紬と栗帯なんですけれども、この名古屋帯を締めました。このコーディネートで行ってまいります。日本橋に来ています。今日とても風があって涼しいです。久しぶりに日本橋に来てお食事をいたします。これと室町一の陳健一さんの麻婆豆腐四川飯店に来て並んでいます。はい、麻婆豆腐がとても辛くて美味しいです。この麻婆豆腐一押しです。このワンタンもとっても美味しかったです。辛くて美味しかったです。次、この麺に行きます。はい、四川飯店のランチセットです。はい、ビジネスランチがあります。今日食べたのはこちらです。これも1300円です。とても美味しくてお得感がありました。これを食べました。四川飯店名物セット、担々麺と、それから陳健一さんの麻婆豆腐と、それからこれワンタンもついてて、ワンタンも辛かったです。ザーサイと白いご飯が少し、本当に十分な美味しい名物セットでした。はい、食事が済んで今日本橋をブラブラいたします。外には神社が見えます。今日は人通りが結構あるんですけど、でもそんなにいっぱいいないかなという感じです。はい、これから移動で行きます。ここは人間の鰹節屋さんです。はい、日本橋といえば人間の鰹節屋さんです。美味しそうなお料理がいっぱいあります。たくさん並んでます。ランチメニューです。ランチメニューです。たくさん並んでます。なんだかとてもおしゃれなお店がいっぱいあります。バスもおしゃれですね。おしゃれなお店です。日本橋三越が見えます。今日は人も多くないかな、そんなに多くないです。はい、私はマスクをして歩いています。室町一の前にいます。はい、これからマンダリンオリエンタルホテルに行ってみます。私をやっています。日向正宗と武将の美、あ、剣ですね。国宝の名刀です。38階に来ました。マンダリンオリエンタルホテルのロビーです。外の景色がすごく綺麗です。大手町の方かな。すごいですね。マンダリンオリエンタルホテルが入っているビルです。最上階です。ここは室町テラスといって新しくできたエリアなんですけれども、あれがマンダリンオリエンタルホテルです。その隣にある室町テラスというところです。日本橋どんどん変わります。はい、今は日本橋の室町テラスに来ております。室町テラスってなんかいい名前ですよね。ネーミングがいいなと思います。レストラン街だったり、それから喫茶店だったりして、休むところもいっぱいあるし、食べるところもいっぱいあるなという感じで、皆さんゆったりなさっています。室町テラスです。
さんのカフェが最近できてめちゃくちゃ美味しいんです。はい、今日は私はあのソフトクリームにしました。カフェはこんな感じです。皆さんのソフトクリームです。美味しいです。2色です。2種類が売られています。美味しい美味しい。はい、今日はあのとっても秋らしい穏やかな日中になりました。日本橋でスイーツを食べて食事をいたしました。とてもなんかあの穏やかな日中になっております。千疋屋さんでソフトクリームを食べました。次どこに行こうかなという感じです。ぜひ早めにチャンネル登録をなさってください。チャンネル登録をしていただくとこの東京日本橋着物を楽しむ学校の生徒になったということになります。新しい動画をアップした時に自動的にお知らせが行くようになっております。またインスタグラムで着物フォトコン、世界着物フォトコンを開催しております。9月末で締め切ってグランプリ、準グランプリを発表させていただきます。また10月からは次回の第4回目が始まる予定です。皆様のご応募をお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。